キチャンネル。こんにちは。さあ、金曜日、総チェック。ね、お時間でございます。なんと今日はまだ木曜日っていうことでね、今まだ試合前です。パリーグの試合が、カースイの2連戦で終わって、セリーグはカースイ木と3連戦あるということでですね、まずちょっと一足早く、パリーグ2連戦をここで解説して、で、里崎の個人的行動としては、これからプロ野球ニュースに行って、セリーグ3試合見て、プロ野球ニュースの生放送をして、で、帰ってきたら、セリーグの試合、3試合を取っていくと。ちょっと分割していきますので、そこら辺ね、絵代わりするかもわかりませんけども、金のタラツ。しかも明日は、バズパリーグ、ね、出演して、千葉テレビで、ロッテ戦解説をして、そして夜に、フジテレビ&、割れ目でポン、麻雀に出させていただきます。ほぼほぼ、12時間以上労働しますけども、皆さんぜひ、ね、お時間ある方は、見てください。はい。さあ、ということでパリーグ行きましょう。まずは、ロッテ対西武。21日3対0で西武。22、2対1でロッテ。1勝1敗の5分っていう形になりましたけどね。もうなんか火曜日、水曜日で、同じような試合展開で、勝ち負けだけ変わったっていうようなね、試合展開でしたけども。21日ね、0対3で西武。西武先発松本。7回3分の2、109球、1安打、3三振、3四球、無失点と。もう今日は本当にね、制球も良かったし、低めもしっかり投げれたんで、グピチ。しかも、7回3分の2まで、ノーヒットノーラン、継続して、荻野がね、ツーベースを打って壊れましたけども、グアペッチ、素晴らしい、ほぼピンチだし、完璧です。はい。ロッテ先発小島、7回87球、3安打3三振、2四球、1失点、しかも自責点は0ということでね、こちらも対角線のストレート、よく聞いてね、そっからスライダー、チェンジアップ、変化球を落として、素晴らしいピッチング、こちらも6回までノーヒットノーランピッチングというところでね、本当に自責点0です。はい。1勝、6敗ここまで。もうほんとかわいそう。こんないいピッチングも超安定的。ロッテの中で唯一ローテーションをね、しっかり守りながら、ここまで結果を残してるピッチング内容。非常にグッピッチ。1勝6敗。どうにかしてやれたぜ。ほんまかわいそうやぞ。ね。まあ、その中で西武ね、7回表、源田のレフト前ヒット。ここで、荻野がこいつバッと。どうしたでもね、ここで、すごいことが起きる。この映像上、センターの高部がキューって出てきて、源田の足で、後逸外野がしたら、ほぼスリーベースを確実なんだけども、まあ、レフトっていうのもあったけども、高部のカバーリング、クッ。あれ、ほぼほぼのセンター、あそこまで早く行けないよ。で、しっかりね、三塁行かせなかったっていうところはね、非常に高部、素晴らしい。ね。まあ、でもこれでね、まあ、点入っちゃうんだけどね、その後、オグレディ、レフト、ライト前ヒット。まあ、中途半端なフライだったからね、源田は帰ってこれつ。で、ノーアウト一三塁から山川ね、インコース。結構いい球だった。落ちます、ストレートね。それ、詰まりながらもね、腰の回転でセンター前でね、一打点。ね、非常に山川、コンパクト。グッて。ね。で、ここで1点取って、ね、その後はね、後続をね、この1失点で抑えたっていうところは、この小島のね、素晴らしさよ。で、ピッチャーがね、小野に代わって、8回ね、愛斗はアウトに取るんだけども、平沼センター前ヒット。で、ここで代打川越フォアボール。で、源田アウトに取るけども、2アウト1、2塁からオグレディね、ライトへタイムリーツーベース。で、山川2アウト2、3塁からね、もうフォアボール。まあ、ほぼ敬遠気味のフォアボール。で、満塁にしてから、トロザキね、レフトのタイムリーヒットで、西川がね、走塁。アウトになるけども、しっかりね、1点は、取ってくるっていうところで、ここでね、2点取った。これはね、大きいね。あと、オグレディね、この7回と8回のヒットもそうだけど、アウトコースきっちりときばよかったけど、それ全部中入ってね、それ引っ張り込まれるっていうところでね、制球もちょっとしっかり投げたかったなっていうところとね、この、川越のね、フォアボールっていうところがね、ちょっと小野は痛かったかなと。まあでも、ロッテはね、2安打なんで、もう打つ手なし、完敗でございます。はい。続いて、22日、2対1、ロッテというところで、ロッテね、先発、佐々木朗希。7回96球、3安打9三振、3四球無失点と、まあ、1回抹消して、中10日開けて、投げたここ数試合の中で、一番、ピッチ。ほぼほぼ思い通りのところに、コントロールミスもなく投げ切れたんじゃないのかなと。ストレート対角線もね、そんなにシュートする球ね、多少はあったけども、そんななかったし、特にフォークボールで、ね、ここ最近本当にすっぽ抜け、高め、精度すごい悪くて、で、前回ね、の試合ではスライダーっていうところを多投してね、なんとか組み立てたっていう中で、この日はね、本当にフォークボールもいい高さから落としてね、だから結局三振も増えたっていうところでは、非常に、クッピッチ。
素晴らしかったと思います。西武先発エンスね、6回94球、3安打3三振、2四球1失点と、こちらもね、まあ途中いきなりね、ちょっと制球乱したかなっていうところあったけども、全体的に特に対角線のね、ストレートっていうところは、右バッター、左バッター問わずね、素晴らしいピッチング。で、そこからね、スライダー、チェンジアップっていうところでは、こちらもね、試合的にはね、負けはしましたけども、ピッチャー、ピッチング、スタイル、投球、内容的には本当にね、素晴らしかったと思います。ただね、対左の被打率が悪いっていうところでね、やっぱり気になったのがね、左バッターに対して、サインは 100% アウトコース、まっすぐスライダー。で、たまにカーブも投げたけどね、高部にいきなり打たれちゃったけども、逆球以外インコースほぼ来ない。だからここが被打率が多分悪いところなんだよね。でも逆に言うと、ロッテはね、もっと左打線並べて、踏み込んで、最後、安田がね、打ったように、高部とかね、アウトになったけど、サードライナー。ああいう風に打ってるとね、もうちょっと早く攻略できたような気もしますね。まあ、その中でね、均衡が破れたのが4回、ロッテの攻撃ね。ワンアウトから中村フォアボール。で、山口三振。で、レアードね、ライト前ヒット。これもね、バットの先っぽだけどね、いい形でヒット。で、ここで安田がね、最後スライダーね、バットの先っぽ。当たりとしてはそんなに良くはなかったけども、しっかりね、反対方向で意識してたことによって、レフトの前に落として、タイムリーツーベースね。この1点っていうところは非常に大きかった。しかもね、この安田がね、しっかり左で打ったっていうところも大きかったかなと。で、8回ね、ピッチャー某高橋になって、もう某高橋。いい球投げてんだけども、もうボール先行、ストライク入らず、もう相手を打ち取りに行くっていうような余裕なしっていうね。まあ、高部がね、センター、ツーベース。で、中村バント。で、山口フォアボール。で、レアードのね、スリーボール、ワンストライクからセンター犠牲フライ。この1点大きかったね。ロッテとしてはね。まあ、でもこれはね、もう最後のレアードはね、もうスリーボールになって、もう打ち取るっていうよりももうストレート投げたっていうところでね、まあ、ほんとホームランなんなくてよかったかなっていうぐらいのね、感じでしたけども、まあ、ロッテとしてはこの1点大きかった。まあ、西武としてもね、非常に9回の攻撃見ると大きいんだけど、やっぱ西武のね、問題点、まず一つ。8回表、ワンアウトから川越がね、レフト前ヒット打つんだけども、ここでね、川越が、ゲレーロが投げる前に飛び出して、で、ピッチャーゲレーロ気づいて、で、タッチアウト。バーッと。いや、ここでね、まあ、ワンアウト、オグレディ、で、山川に続いて行って、これホームラン出たら逆転だからね、そこまでして行かなきゃいけない盗塁かっていうところで、これはね、積極的とかそういう問題じゃない、こう、試合の流れとか状況、次のバッターっていうところをね、全く理解してない。これはバッと。これはダメだね。で、まあ、オグレディ3人結果的にね、0点で終わっちゃったけども、こうね、もしかしたらっていうところはあるだけにね、この盗塁、まあ、走ってアウトはいいけども、投げ、ギャンブルするほどでもないよね。で、9回表ね、2アウトから、森、栗山、ね、栗山代打、栗山ヒットって、ジャンセンも代打できて連打ね。まあでもここでね、1点止まり。だから8回のね、1点がね、大きかったかなと。まあでも終盤ね、この連打っていうところは非常に良かったかなと。あと気になったのがね、松川ね、まあ2盗塁許すっていうところで、まあ、盗塁阻止率はね、キャッチャーだけの問題じゃないけども、現代にね、1個目はジャックルしてね、若干遅くなったところでセーフ。で、2個目はディレードスチール完璧に騙されてファーストに投げようとしてっていうところでね、もうちょっとこのランナー見るとかね、工夫で、ね、必要かなっていうところは、ありましたね。で、あとロッテはね、6回裏高部センター前ね、で、ここで、牽制ね、飛び出しちゃうんだけど、そのまま二塁行って、タイミング完璧アウトだったけども、外崎のタッチが空振りでね、セーフになるんだけど、外崎バーッと。まあ、リクエスト積極的じゃなかったもんね。だからタッチしてないの、多分本人気づいてたんだよね。もっとあれタッチしてたら、タッチしたアウトアウト、リクエストリクエストって絶対やってんだけど、もうなんかちょっと、しれーっとしてたから、まあ、あの表情がね、あ、タッチしてないんだなっていう感じでしたけど、あれはタッチしたかったね。で、その後、中村のね、サードゴロの間に、サード平沼ね、ファーストを投げてる間に、高めのね、三塁へ。グッソービー。でもこれ平沼もね、何もセカンドランナー見なかったから、やっぱこうやって顔で見なきゃいけないね。こう目で殺してから投げるっていうことをすれば、高部もね、走るのを躊躇したかもわかんないのに、もうノールックで投げたからね。そういったところはもうちゃんと、これもう少年野球からやることだからね。ちゃんと目で殺してからやんないとね。まあでも最近ちょっと多いね。この三遊間で、ファースト投げる間に三塁、進塁ね。だからそれはもっと、もうちょっと基本にね、立ち返って、目で殺すっていうところはね、やってもらいたいなと。で、その後ね、ワンアウト三塁になって、バッター山口ね、ショートゴロ。これをね、6、2、タッチアウトっていうところでね、三塁ランナー高部がアウトになるんだけども、まずこれね、一つがね、効果が一回ね、ピックオフプレイ三塁するんだよね。で、それによって、やっぱりね、若干スタート、あとリードの幅が狭くなるんだよね。まあそういうのね、アウトにならなくても、そういうのあるよっていうのを見せつけることによって、三塁ランナーのスタートが若干遅れた、もしくはリード幅が若干小さくなったことが、このアウトにつながってると思うから、ああいう他のああいうプレーっていうのはね、非常に良かったと思うし、あと、源田もね、
全く慌てることなく、もう普通のショートゴロかのようにね、普通だったら高部ランナーで走ってきて、トーンと慌てて投げるはずなのに、もう慌てることなく、で、楽勝でタッチアウト。あの落ち着きに、素晴らしかったね。まあでも結果はね、この試合2対1のロッテの勝ちっていうね、佐々木朗希1ヶ月分の勝利でございます。結果、1勝1敗で5分でした。さあ、続いては、楽天対日本ハム。21日3対0で楽天。22日6対3で楽天。楽天の2連勝という形になりましたね。まあ楽天はね、交流戦明けソフトバンクに3連敗してたっていうところでね、ここ2連勝は非常に大きい。で、日本ハムはね、ロッテに3連敗して、また2連敗っていうところでね、交流戦明け5連敗。ちょっと苦しいね。まあその中でね、21日、楽天っていうところでね、先発則本、6回3分の2、114球、3安打5三振、1四球、1デッドボール無失点と、まあ立ち上がりからね、制球も苦しくて、ボール先行して、まあなかなかね、こう思い通りのピッチングっていうのはできなかったと思うんだよね。だから無失点だけど、状態としては悪かったと思う。でもその中でもね、要所での低めの変化球、ね、スライダーフォークっていうところの決めに行くところをしっかり決め切ったっていうのは、さすが則本っていうね、ピッチングでしたけども。まあその中ね、日本ハム打線、ボール先行の中、ファーストライク、打ちに行くっていう姿勢はいいけども、それ仕留めきれずっていうね、やっぱここをね、仕留めなきゃいけないからね。そういったところでは、則本のね、その、苦しいんだ。ボール先行のバッティングカウントでも仕留めきれないっていうところがね、まあ結果、無得点。になったかなと。で、日本ハム先発吉田ね、4回3分の1、72球、4安打3三振、2四球2失点と。まあ立ち上がりね、ストレート力あり、もうフォークもね、低めに決まって良かったんだけども、ちょっと4回ぐらいから制球がね、甘くなって高くなってきたかなと。まあ4回ね、3回の島内がね、センターフライ打つんだけども、外からのスライドも若干高めに浮いてきてね、で、それがアウトになって、で、5回ね、銀次がセンター前、で、辰巳フォアボール、で、このノーアウト1、2から西川がバントで送って、太田がセンターにね、2点タイムリーヒット。で、ここで武藤がライト前ヒット。こっからね、ワンアウト1、2塁、下位打線がチャンスを作って1、2番の茂木、小深田っていうところで、ここでピッチャー西村に変わるんだけど、まあ西村の投球もね、非常に素晴らしかったけども、茂木三振、小深田三振と、このね、上位でビッグイニング作れずっていうところがね、やっぱここ最近楽天ね、交流戦でも、パリーグの中で一番最低得点っていうね、全部合わせても、10位っていう50点かな。っていうところにもなるし、やっぱこのね、前半、やっぱ西川が良くて浅村っていうところでね、ここ最近1、2番が機能してないっていうところが、勝ったけども、この火曜日はね、苦しい展開になったかなと。その時にね、6回、浅村がね、レフトへホームラン。これは大きかった。浅村君、ちょっとバタバタしてるところ、どっちかなっていうところで、この一発でね、一気に試合をね、ものにしたかなっていうね、ところはあります。あと、吉田ね、先発。まあ、阪神戦先発して、3回にね、捕まってっていうところで、で、今回、まあ5回に捕まるんだけども、まあ前回よりは良かったかなっていうところもあるけども、まあ今回もそれまでに中継ぎ1回挟んでて、やっぱこれね、いいピッチングしてるだけに、やっぱこう体力まだないから、やっぱ最後バテた感はあると思うんだよね。で、あと球種が少ないっていうところで、やっぱその先発長いイニング投げるときに、まあ全部全力でいかなきゃいけないっていうところが、まあ後半バテ出すっていうところの要因でもあるけども、やっぱこれね、先発は先発の練習もあるし、その先発の投球術っていうところもあるし、もちろんリリーフはリリーフの準備の仕方、そして投球術っていうところもあるから、今のままだとね、やっぱ中途半端になるから、その凱旋試合だからとか甲子園だからっていう理由で先発させるんじゃなくて、やっぱ先発するんだったらしっかり先発としての練習をしてやった方が、魅力的なね、立ち上がりとかピッチング見せてるだけになんかもったいないね。なんかどっちつかずになって、せっかくいいものが、なかなか見せれないっていうところでは、もうちょっと起用法を、そのなんかサプライズ演出的な甲子園だから、秋田地元だからっていうんじゃなくて、もうちょっと先を見据えた起用法にしてもいいんじゃないのかなっていうところは、この、良かっただけにね、ピッチングが、特に序盤ね、もったいないなっていうところは、感じました。で、22日、6対3で楽天っていうところで、日本ハムね、加藤、6回3分の2、89球、8安打3三振、無四球3失点と、まあ、久しぶりのね、失点、交流戦防御率 0.00 っていうところでね、でも、投球は非常に安定的でしたから、まあ、これはね、負けたらもう仕方ない。やっぱ打線の援護っていうところがね、まあ、なかなかっていうところで、まあ、3失点、6回3分の2ね、十分じゃないでしょうか。楽天先発岸ね、7回82球、3安打9三振、1四球2失点と、まあ、松本にね、ホームラン、ツーラン打たれて、日本ハムにね、先制されますけども、まあ、その他はほぼピンチだし、というところね、グッピッチ、というところだったんじゃないでしょうか。ね。まあ、楽天はね、まあ、3回裏、ワンアウトからね、9番小深田、ライトへツーベース。で、1番茂木、レフトへツーベースで1点とね、この回から作ったのを上位で返す。ね。で、4回裏、浅村がホームラン。で、その後に島内レフト、センター前。で、銀次三振して、辰巳レフト前。で、和田がセンターフライで、ツーアウト一三塁から太田のね、
セカンドゴロ、勝ち越しの、内野安打っていうね。あれでも、あれも処理したかったね。まあ、それでね、まあ、結果的には、9回ぐらいね、島内が、サヨナラスリーランを打って、まあ、ここでね、楽天がしっかり勝つっていうところだけどもね、まあ、日本ハムから見るとね、まあ、ポジティブに見ると、まあ、3回表ね、松本がレフトへね、先制のツーランホームランを打って、非常にね、いい形の滑り出しをして、で、このまま負けるかなっていうところでね、8回にね、松本がライトへね、同点に追いつく、タイムリーヒット。で、まあ、最後はね、まあ、サヨナラホームランを打たれるけども、惜しい戦いのように見えてるけども、ちょっとよく見ていくと、まあ、2回表ね、野村が、センターへね、ツーベース打って、ノーアウト、二塁。で、ここでね、木村が初球ね、中途半端なスイングで、セカンドとライトの間ぐらいの浅いライトフライで、セカンドランナー進塁できず。いや、最低でも進塁打打とうよっていうね。もしくはもっと強く、なんか中途半端、ほんと初球からね、ちょっと頭使っていこうよっていうようなね、何も考えてなかったのかっていうのを思われても仕方ないようなバッティングで、ここ先制で、ここ先制できたからね、うまくいけばね。で、2回ね、裏、アルモンテ、セカンドエラー。で、5回、交代したらね、アルモンテから交代したばっかりの杉谷が、いきなりね、セカンドゴロ、ファーストへ悪送球でエラー。で、6回、清宮がね、落球。ね、普通のフライを落球っていうところで、バッターランナーセカンドへ行かしてるっていうね、ところで、まあ、このね、2回、5回、6回と、まあ、失点はね、してないけども、だからロッテ戦と一緒なのよ。こう、そういうのしてるとやっぱ流れも悪くなったり、雰囲気悪かったり、打線の絡みが変な感じで終盤行ったりしてね、そういったところもやっぱ結局ね、このミス失点につながってんのかなと。あと7回はね、ノーアウト1塁から木村ね、初球バントファールして、次ね、ベンチのサイン、バスターエンドランに切り替えるけども、楽天バッテリーがね、それを見破り、岸もね、ピッチでアウトするわけじゃなくて、座った状態でアウトコースに外して、それをね、しっかり盗塁でアウトっていうね、このバッテリーの連携、ぐっと、見破って。だからもう守備のミスは多いし、あとそういう細かいバッティングもできないし、ベンチの策も、はまらないっていうね。で、9回北山でね、ピンチ作って、まあ、ここはもう変えようってね、鈴木に変えたらさよならホームランっていうところで、ちょっと、やることなすこと全くうまい方に回ってないっていうところはね、ちょっとこの最近の日本ハムとしてはね、まあ、痛い連敗かなと。でもその、やっぱ一つの全部の要因はね、雑すぎるんだよね。プレーがね。そういったところを一つずつね、難しいようなプレーでもなんでもないから、これアルモンテ、杉谷、特に清宮のやつなんて、なんてことないわけよ。その、プレイとしたらね。それをもう簡単にミスしていくっていうところと、バスターエンドラン、まあ仕方ないけどね。なんとかしてバット投げてでも当てるっていうね、ところを、バッターの木村にもね、ちょっとやってもらいたかったなっていうところもあるし、まあ全体的に加藤がいいピッチングしてただけにね、ちょっとかわいそうっていうところはあるよね。で、あとさよならね、打たれて、まあヤクルト戦ね、全然ホーム、ウサミ見てなくてね、この動画で言ったけども、今回はきっちり見てました。ね。ベース踏むの。まあ、多分、この、俺のチャンネルを見てやってるわけじゃないと思うけど、普通のことだからね。できて当たり前っていうね。でも、そういうのも大事だからね。そういったところがね、大事なのよ。それ技術とかじゃないね。だからそういったところは、まあ、しっかりね、できてたねっていうね。まあ、継続してやっていきましょうと。だから、全体的には、ちょっと日本ハムはね、野球がちょっと雑すぎるようにね、見えたかなっていうところはね、この22日の試合っていうのは、非常にね、感じましたね。まあ、あとはね、まあ、ビッグボスもね、連敗、再開言わねえでと。今、チームが成長 してるからいいの、ファンの人も、そういうとこ見てるからってね、いうようなコメントしてましたけど、ここももうどうなんだろうね。多分、新庄さんファンの人は、いいよ、成長よ。来年に向けてよ。行こうって、もう来年に向けて行こうって言ってもまだ6月だからね。やっぱ、優勝は狙ってないけど、クライマックスぐらいは狙ってたんじゃないのっていうところはね、まあ、あるけども、まあね、だから、新庄ファンの人もそうだけど、もう日本ハムファンの人たちはどう思ってんだろうね。まあ育成だからいいよって言うんだったらね、まあこういったのも全部成長だからね、まあエラーしようが別にね、バスターエンドラン空振りしようが、進塁打打たなかろうがね、まあチームの成長と思ったらまあ正直なんでもいいんだけども、まあそこら辺日本ハムファンの人はどう思ってんだろうね。それによっていろんな人のコメントがね、変わってくるんじゃないのかなっていうところをね、まあ、コメントとね、試合とか見ててね、感じました。まあ、結局ね、楽天の2勝で勝ち越しです。まだ言い忘れてました。楽天。ね。日本ハムの話にちょっと熱くなって忘れてましたけども。まあ、楽天ね、まあ、
21日の試合やっぱ1、2番はね、連動しないでっていうところでね、なかなか勝ったけども、もうちょっと点取れたねっていうね、話しましたけども、このね、22日の試合、1番茂木ね、2番鈴木大地。茂木がね、5打数2安打1打点。そして、鈴木大地も4打数2安打。そして浅村がね、4打数1安打1ホーマー1打点に、島内が4打数2安打、3打点と。ね、で、銀次が4打こと。まあ、銀次もね、この岩手県営野球場、こう老朽化によりね、もう最後のプロ野球の試合っていうところでね、まあ思い出もね、いっぱいある中でね、最後チャンスで回ってきてね、この、7回裏ね、チャンスで回ってきて三振っていうところも最後ね、いいところ見してね、見したかったっていう本人も思いあるけどね、こうやって試合に出てね、元気にやってるっていうところもね、やっぱ地元の人からしたらすごいことだしね、そういった頑張りっていうところがね、地元に力を与えていくんでね、非常にね、このまあ最後の試合っていうところでもね、また銀次が現役でね、頑張ってるっていう姿をね、見せれたのは非常にね、良かったなと思います。一方打てたらね、もっと良かったですけど、ファンの人たちをね、そういったところより頑張れってね、地元の人たちはね、応援してると思うんで、非常にね、岩手の人たちも喜んでくれたんじゃないのかなと思います。だからまあこういう風にね、茂木鈴木大地、だから今年ね、石井監督もって武藤を据えたりとか、小深田据えたりとか、まあ西川もいたし、いろんな選手をね、この1、2番に当ててね、どういう風にやっていこうかってね、試行錯誤する中で、まあ誰がハマるかっていうところだけど、やっぱりこういう風にハマっていくとね、点は取りやすくなってくるんで、まあ今後の試合もね、1、2番誰を置くのか、この1、2番できっていうところがね、楽天の浮上には欠かせないところなんじゃないのかなと思います。補足でした。続いては、オリックス対ソフトバンク。21日4対3でオリックス。22日5対0でオリックス。オリックスの2連勝という形になりました。このまあね、3位から5位争いが熾烈っていうね、ところですけども、21日ね、ソフトバンク先発石川、6回100球、7安打2三振、3四球4失点と、まあ、悪くないんだけどね、全体的なピッチング。悪くないんだけども、早めに援護点さえあれば、もうちょっとスイスイといけたんじゃないのかなっていうようなピッチングに見えましたね。で、オリックス先発宮城ね、7回3分の1、101球、5安打8三振、1四球1デッドボール2失点と。まあ、右足のね、もう、宮城見てると、俺はもう右足の踏み込みを注目してんだけども、まあ、この試合ね、非常に右足の踏み込みが強くて、体重も乗って、切れ味がね、ストレートにしても変化球にしても増して、非常にいいピッチング、グッピッチングだったと思います。で、ソフトバンクはね、3回表、まさきフォアボール、で、カイバント、ね、で、三森がレフトへタイムリーを打って、1点先制ね、いい形でいけたんだけども、まあ、オリックスがね、4回裏、ワンアウトから足立がね、ライトへツーベース、で、中川センター前、この同点タイムリーっていうところね、まあ、すぐさまね、1点取ると。で、そっからね、膠着状態続くけども、7回ね、一気に、この紅林のレフトへホームラン、グッて、打った瞬間、カチョーンね、X! で、また X 出る。ね、このホームランね、非常に大きかった。で、しかもね、このホームランで終わらずにね、伏見がレフト前、で、福田ライト前、で、ピッチャーここで香山に代わって、胸バント。で、吉田ね、申告敬遠でフォアボール。で、ワンアウト満塁から杉本がね、ライトでタイムリー。この流れ、グッて。この、いい流れ。下位打線から上位へ。で、吉田敬遠されるけど、4番杉本いるぜっていうね。で、これで無理にまた吉田と勝負しなきゃいけなくなるっていう、この流れ最高。グッて。で、その後ね、T 岡田のセカンドゴロの間に1点。取って、まあ、ここでね、3得点、ホームランだけで終わらず3得点できたっていうところはね、非常に、大きかったかなと。で、しかもね、オリックスはこう、7回までね、7回予約3点取ったけど、6回が1、2、3、4、5、全部ランナーね、出してたから、それでやっと得点だからね、まあ、これ勝てたから良かったですけどね、本当取れるうちに取らないとこうなるっていうね、言われがちな展開でしたね。で、ソフトバンクもね、8回、9回、追い上げるも、やっぱりね、こちらも一緒、2回、5回、6回、7回と、先頭出るもね、点に結びつけられなかった。ここがね、非常にポイント。まあ、2回も先頭ね、デスパイネがレフトに出るけども、今宮グラシアル松田がね、アウトになって、チャンス作れず。ね。で、5回、グラシアル先頭でヒットに出るけども、松田アウト。で、正木三振。で、甲斐アウトというね。で、6回、三森はね、センター前ヒット出るけども、野村柳田デスパイネと、連打出ず。で、7回、今宮がヒットを出るけども、グラシアルダブルプレイ、バスダアウトでね。だからこういったところ、宮城もね、先頭出すけども、連打許さずね、そこをしっかり仕留め切れたっていうところも大きかったし、逆にソフトバンクはね、そう先頭出るのにそこからチャンスをね、広げられなかったっていうところがやっぱキーポイントかなと。でね、8回ね、ここは松木フォアボール、で、柳町三振して、で、三森ライト前ヒット、で、牧原アウトになるけども、2アウト1、2から柳田のね、ライトへタイムリーヒットっていうところで、1点。まあ、でもこの2アウト1、3にデスパイネがね、もう1本出ずっていうね、で、9回も、先頭今宮レフト前ヒット。で、グラシアルヒットで続いて、ノーアウト一三塁から中村をね、レフトの犠牲フライ。で、ワンアウト一塁になるけども、明石海野がね、
連続三振で終わるっていうところで、まあ8回9回もね、先頭出るけども、まあそこで1点止まりっていうね、もうパンパンパンと連打出てればね、チャンスあったっていうところだったけども、まあそこはね、オリックスの投手陣が、よく、踏ん張ったかなというところはあります。結果4対3でオリックスです。続いて22日5対0でオリックスっていうところで、オリックスね、先発田島、9回110球、4安打7三振、無四球無失点と2年ぶりの完投。ガーッツナイスピッチング。ビッグ。球持ちがね、非常によく、まあ、切れ味増すっていうところと、低めへの精度、制球力っていうところが非常にね、素晴らしかったなと思います。で、ソフトバンク先発東山、6回93球、8安打2三振、1球3失点。まあ、6回ね、杉本の一発に沈むっていうところだけども、ね、投球的には非常に安定したね、素晴らしいピッチングだったと思います。まあ、これはもう仕方ないかなっていうね、ところはあります。まあ、オリックスもね、5対0とね、勝ったけども、まあ、前半5回まではね、0-0 で行って、でね、6回裏、ね、宗がセンター前、吉田がレフト前。で、ここでね、杉本がセンターバックスクリーンね、スリーランホームラン。ほほってね、興奮しすぎて吉田をね、抜きかけるっていうね、ダベダメ、危ないよっていうね。ところで、3点をね、しっかり取って。で、それで、7回、ピッチャーね、甲斐野になって、で、若月センター前、で、小林バンド、で、福田がセンターオーバーね、タイムリースリーベースを打って、宗が、ライトへ犠牲フライ。ここでね、しっかり2点取るっていうね。だからこの8番若月から始まって、9番紅林バンド。で、1、2番の福田宗がね、チャンスメイクしながら得点して、ここでね、2点取るっていうこの流れ。素晴らしかったね。だからオリックスとしてはこの試合ね、非常に、いい形のね、展開になったのも、やっぱ1番福田、2番宗っていうところがね、しっかり連動したっていうところは大きかったし、まあ、杉本で吉田っていうね、この3番、4番のコンビが、まあ、吉田も4打数2安打、杉本4打数1安打3打点ね、1ホーマーっていうところで、このしっかり仕事をすると、やっぱ去年みたいないい形のオリックスの打線になってくるんで、まあ、このね、福田、宗、吉田、杉本、この並びがどうなるのかっていうところがね、今後、こっからね、上位に上がっていくかどうかっていうところの一番のポイントかなと。あとはオリックスはね、やっぱ守備ね、初回、2アウトからね、柳田がレフトでツーベース、デスパイのセンター前をね、福田がバックホームでね、柳田ヘッドスライディングでもアウトってしたね。この1点ね、両チームとって大きかったかな。流れをね、止めるっていうところではね、非常にここから田島も乗っていったっていうところもありますしね。まあ、そこの福田の守備、グッと。守備に、ビッグ。あと、ソフトバンクはまあ4安打。まあ、ほぼチャンスなくしっていうところで、完敗でございます。まあ、初回はね、こう1点がなかったっていうね。初回2安打打ってるからね、あともう2安打しか打ってないんで、まあ、完敗でございます。ということで、結果、2勝で、オリックスの勝ち越しです。セリーグは、また、これから仕事をしに行って、終わったら、やります。さあ、ということで、プロ野球ニュースから、帰ってまいりました。ね、セリーグ3試合、しっかり見てですね、後編、セリーグ、お伝えしましょう。広島対阪神、21日5対3で広島、22日5対4で広島、そして23日今日、3対3の引き分けということで、2勝1分けで、広島の勝ち越しってね、いうところになりましたけども、21日ね、カープ、これで、阪神はカープに、9敗2引き分けと、11戦して未だ1勝もできないっていう苦しいところね。まあ、21日ね、5対3で広島の勝利というところで、広島先発床田ね、7回98球、4安打2三振、無四球2失点と。まあ、やっぱり床田の特徴はね、まあ、左右、左ね、右バッター関係なくしっかりね、インコースストレート、そして対左にはね、ツーシームっていうところをインコースにしっかり投げ切れるっていうところでね、まあ、ここの制球力、この日もね、グッピッチング。ね、まあ、それによってね、アウトコースへの左バッターだったらスライダー。そして右バッターだったら、まあ、そこからアウトコースへのツーシーム、チェンジアップね、パームっていうところが非常に効いていくっていうところでね、この日もしっかりね、7回2失点、素晴らしいピッチング。阪神先発西ね、5回83球、7安打4三振、無四球5失点と、まあ、しっかり制球できてね、悪くは見えなかったけど、あそこまでしっかり投げてんのに打たれるってことは、ひょっとしたらキレがね、いまいちなかったのかなっていう感じで、まあ、見てる感じはね、しっかり投げ切れたと思うんですけどね。まあ、その中ね、カープ、初回ね、2アウト2塁から、マクブルーム、レフトへ、タイムリーと。まあ、5連敗でね、来てる中、この初回の得点っていうのは大きいし、このマクブルームが、対阪神戦で4割強とかなりめちゃくちゃ打ってるっていうね。しかも打点負けてて、もう阪神キラーマクブルームっていうところがね、まだいいところで。で、5回裏ね、ワンアウトから琴のライト前、上本レフト前。でね、床田バンドきっちりね、まあ、床田のバンドうまいっていうね。で、2アウト2、3塁から野間がね、レフト前タイムリー。で、ウグサのね、時に、野間が盗塁。で、そしてセンター前で2点タイムリーって、グッと。連打がね、
連なってしっかり得点。で、しかもその後ね、菊池、2アウト1塁からセンターへね、タイムリーツーベース。この下位打線からね、上位への連打。グブッ。計4点。これ、前半戦のカープのいい感じがね、この前半戦も上本からの流れのね、西川って今西川いないけどね、っていう流れができたところで、このね、5回裏もね、下位から上位へってね、これが繋がり出すとカープがね、強いよね。で、阪神はね、7回表に大山がね、レフトへツーラン。ね。で、9回もね、5対2と3点差の中で、先頭がね、栗林から、近本がね、内野安打。で、サトテル、ライトへヒット。で、大山がね、センターへタイムリーヒット。こういったところ、アウトコースコンパクトにね、思いっきりね、インコースのね、低めのストレートをかち上げてとこだから、ツーラン打ってセンター前ね、9回はコンパクトにね。で、ノーアウト一塁から、糸原、そして糸井、ロハスっていうところは三者三本体。まあ、ここでね、一気に行きたかったって。まあ、前半はね、もう床田にね、完璧にやられちゃったかなっていうね、ところで、まあ、最後はね、チャンス来るも、大山以降、後続が続かずっていうところで5対3。で、22日、5対4で広島っていうところでね、まあ、本当にね、この試合はもう、両チームね、よく頑張ったっていうね、まあ、特にね、何かがどうっていうよりも、本当にね、両チーム打線がね、しっかり、頑張って、まずはね、2回裏に、ワンアウトから、相澤小園上本でね、3連打でチャンス作って、まあ、エンドはね、ショートフライでアウトになるも、ワンアウトからね、こう、ガンケルとボート、バッと。もったいない失点だよね。まあ、昨日流れからするとね。でも、この日の阪神はね、すぐね、3回の表に、ツーアウトからね、中野ヒット。で、島田フォアボール。で、ツーアウト一塁から、近本がね、同点のタイムリーヒットを打って、追いつく。まあ、この後ね、佐藤、高津、ここでも一本出たらよかったけどね。で、そして、広島がね、3回裏、菊池のね、レフトへタイムリーツーベースで勝ち越し、宇草のね、内野安打からっていうところでね、まあ、ポンポンとまたね、いい形で、すぐね、この、取られたら取り返すっていうところができる方がね、やっぱ上位に行く。で、5回の表、阪神。ガンケルアウトになって、中野島田、近本とね、3者連続ヒット。で、ワンアウト満塁から、佐藤のね、ファーストゴロの間に1点取って、で、大山フォアボールで糸原つ。だから、この1点、タイガーさん、1点取ってからね、その後で1点っていうのはね、特にこの日は取れなかった。で、そうしたらまたすぐね、5回裏、カープはね、ワンアウトから、宇草菊池がヒットを打って、で、阪神に強いマクブルームが、ワンアウト1、2塁からライトへね、タイムリーヒット。まあ、カープもね、この後、坂倉、相澤がアウトなんで、ここでポーンって1点取ってればね、もうちょっと楽な展開でね、行きたかなっていうね。で、7回表、ね、ピッチャー矢崎からケムナに代わって、長野はね、ライト前、で、島田送りバント、近本アウトになるけども、サトテルがね、タイムリーヒットっていうところで追いついて、まあ、どっちもね、1点ずつ、このね、さらにもう1点っていうね、連打がなかなか出なかったっていうところもね、ヒットは打ってるけど点が入んないっていうね。で、延長になって10回表ね、サウテルがライトでタイムリーツーベース打って勝ち越し、これで、ああ、タイガース、カープ、タイカープ、こう、連敗終わったなって言ったらね、10回裏、坂倉がアルカンタルのインコーストレートか、でも3球続けた。あれどうなんだろうね。まあ、打たれたからね。まあ、結果論になっちゃうけどね。それパチョーンってね、打って、同点。で、11回裏には、またアルカンタラから、ツーアウトから、ウグサが、サヨナラホームラン。坂倉、ウグサ、グッグッナイスホームラン。だからまあ、お互いそうなんだけどね。まあ、結果ね、広島が勝ったけども、やっぱりこのもう一点、もう一本っていうところがね、まあ、お互い出なかったっていうところがね、まあ、特にタイガースはね、負けたっていうところは、そのチャンスでのもう一本っていうところがね、まあ、なかなか、出なかったかなっていうところがね、まあ、厳しい戦い。まあ、ガンケルもね、先発5回90球、10安打2三振、無四球3失点と、まあ、これ無四球っていうところがね、まあ、3失点で抑えれるっていうね、まあ、最低限ゲームは作ったかなと。まあ、広島遠藤もね、5回86球、6安打3三振、2四球2失点と、こちらもね、いい形で、まあ、なんとかね、連打を許さず、ね、最少失点で乗り切ったっていうところがね、まあ、カープが最後しっかりね、勝ち切ったっていうね、ところじゃないでしょうか。23日ね、3対3でこちら、引き分けっていうね、またこの好ゲームっていうところで、まあ、この日ね、阪神先発ウィルカーソン、5回77球、5安打3三振、1四球2失点のね、まあ持ち前のいい形でね、球の強さと、緩急ね、制球力っていうところで、まあ打たして取るっていうピッチングがね、まあいい感じ。で、アンダーソンもね、5回97球、5安打5三振、2四球2失点と、まあこちらもね、うまくボールを動かしながら、まあウィルカーソンとね、同じようなタイプでね、まあ2失点だったんだけどもね、このアンダーソンの、2失点がね、まあここね、カープがね、勝てたっていうね、ところだと思うんだよね。だから、自責点はね、アンダーソンゼロなんだよね。まあ、それがね、初回、タイガースね、攻撃、
一番中のねマクブルフ高一で、島形はねあのショートゴロ内野安打なんだけど、小園があれもそのままファーストでしょ、セカンドじゃないよ、あのままそのままセカンド投げてね最後投げれなくてこの内野安打になってね、で近本の時、持ち丸ね育成から試合感になって持ち丸って言ってね、でパスボールで二三塁になって近本がねセンタータイムリーヒットで、佐藤の時にここでまたパスボールっていうね、ところでここしっかりやっていきたかったね、この変化についていきなかったアンダーソンね、まあ緊張もあったと思うけど、まあこのパスボール2回っていうのは痛いよね。でこのねノーアウト一三塁からね佐藤センターフライで、大山ワンアウト三塁からねライトフライで、糸原もショートゴロとね、ここで1点取れずっていうねところがまあ非常に痛かったかな。だからまあ佐藤はねノーアウト一三塁から、パスボールで1点取って、でランナー2塁進塁して、まあセンターフライねタッチアップで3塁いくけども、大山糸原がねそこ1本出ず、ここも1本出てればねタイガースも勢いに乗ったっていうところと、カープはねミスからの失点っていうところはねこの出だし非常に痛かったかな。でこの流れ的にね、なんかウィルカーズも良かったしね、このままタイガース行くのかなって言ったところで、まあ5回裏ね、小園三振で、中村がねフォアボールで、持ち丸三振で、でここアンダーソンの代打ね、ハツキねレフトへポテンヒットで一三塁になって、でここでねハツキが盗塁で、上本がねセンターへの同点タイムリーねツーベース、上本グッてね、こういったところも下位から上位へっていうね、このカープの流れっていうのが非常にねよく出たね。でその後ツーアウト三塁やって、ウクサがもう一本出てればね勝ち越しっていうところだったけど、ここもね勝ち越しできずね。でその代わり7回ぐらいね、代打ね堂林が岩佐だから左中間へホームラン、これでねカープ勝ったなって正直で、ね、思ったね。そしたら9回表ねピッチャー栗林がマウンド行くけども、梅野のねセカンド内安打、菊池ねあれ菊池なんか届いてなかったかもしれない、ちょっとジャックルームってね、まあ結果内安打だったんだけど、でここでダイソー上田で中野がバントしてね、島田空振り三振するけども、近本がねツーアウト二塁からライトへ同点タイムリーヒット、近本大きい、このまま終わるかと思う。でもねこの一つのね俺は要因はね紐解いてんだよね、9回ね。それ何かっていうと、このワンアウト二塁島田の時、最後ね5球目空振り三振するんだけども、ここでね守備陣のサインはねセカンド牽制なんだよね、ショート小園が入ったんだよね、ショート小園が入ったけども、でセカンドランナー上田も帰るんだよね、ベースに帰ったから。でそれを栗林がホームに投げて、まあ、結果島田が三振するんだけども、やっぱねこういうところがねやっぱ見えてないんだよね、この全体的なサインミスだから、そういったところが結果ね、まあ近本の俺はね同点打を生んだと思ってるんだよね。そういうこう視野広く余裕を持ってこうね牽制もあるよっていうところをねやっとかないと、その後ねこうなってねキャッチャーも言ったり内野も言ったりねえとかねいう感じになったけどもね、結局ねそういったところなんだよ、そういったところちゃんとやっとかないと、こういうね、大事なところでヒットを打たれるというところにつながるから、もう一回ね再ミスしないようにちゃんとねやってもらいたいなと。もう栗林も2年目だしね、守護神というところではその再ミスっていうのはしっかりやってほしいね。で結果ねそこからまあ引き分けになったんだけども、やっぱね見逃せないのはこのねビッグプレー、9回その後よ、大山のライトパーション打ったのがライト中村配送してくれてグップレー、あれはすごかったね、ちょっと若干目測誤った感じだったけどね、最後落下で反転してね取って、あれ結構ね前進守備引いてたからこうかなり配送したけどもね、非常に空中バランスとかねその体勢難しかったと思うけど、よくね取ってグップレーね。であとやっぱこれね見逃せないのはこの10回ね、ピッチャーアルカンタラ、ね、ワンアウト取って上本フォアボールで、代打松山フォアボール、ね、でここ で菊池レフトへのツーベースでね、この、まあ、松山の、ね、代打の時に上本を、ね、盗塁試みてアウトになるんだけども、でそこから、ね、一塁ランナー、中村翔成出てきて、菊池がツーアウト一塁からレフト線ツーベース、中村翔成セカンド回ったぐらいからもうちょっと足がおぼつかなくてもつれた感じで三塁回ってこけるバッとダイソーなのに、もうこれはね準備不足よ、ダイソーでこけるってもうありえない、まあでもあれは多分アウトだと思うよ、多分楽勝で
タイミング的には。でもあれ回したのは悪くないね。サヨナラの状況で2アウトね、思い切っていって、ちょっとミスが起きたらセーフっていうところだったけども、まあタイミング的には完全にアウトだったけども、あの転びはもうバーッと。準備しとこう。しっかりダイソー出てきて転ぶのはダメよ。ね。で、まあ結果ね、12回表もね、大山がツーベース打つけども、糸原高山がね、点取れず。で、12回裏もね、中村がセンター前ヒット。で、堂林送りバント。相澤デッドボール。で、上本アウト。長野ね、フォアボール。ツーアウト満塁から菊池。打ったー。うわ、角度完璧だったけど。あと、モーニングゾーンで。ね、結果引き分けって言ったところだけども、まあお互いねいいところもあったし、非常に面白い試合だったと思います。結果2勝1分けで広島の勝ち越しでした。続いては、巨人対 DeNA。 21日1対3で DeNA、 22日5対4で巨人、23日5対7で DeNA、 DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、21日ね3対1で DeNA、 巨人先発戸郷ね、7回95球6安打8三振2四球1失点と、まあ、ここ最近ねずっと安定してるっていうね、非常に素晴らしいピッチングでした。DeNA 先発大貫ね、5回3分の1、97球、8安打2三振、1四球、1失点と、まあ、5回以外はね、毎回ランダー出すも、まあ、連打許さずっていうところで、まあ、低めのフォークボールね、変化球っていうところは、まあ、さすがのね、安定的なピッチングでしたけどね。まあ、DeNA はね、外がね、5回表にレフトにホームラン。ね、で、負けじと巨人はね、6回裏、ウォーカーにね、レフトにホームランっていうね、ところで、まあ、接戦でね、で、8回表、ゲームが動いてね、ピッチャーね、交代して、戸郷からビエラに交代して、DeNA はね、8回表、ワンアウトから、海老名フォアボール。で、ここで盗塁。で、牧がセンターフライ。で、宮崎が、まあ、敬遠気味のフォアボール。で、桑原フォアボール。そして、上里がレフトへ、2点、タイムリー、ヒット、グッド。ね。まあ、去年ね、こう、梶谷が FA で抜けて、誰が守るんや、桑原、上里、どっちだっていうところでね、まあ、上里負けて、桑原がね、レギュラーになったけども、今年ね、桑原がなかなかね、状態上がっていかない中、こう、上里のまあチャンスが、出てきた中で、こういった勝負どころに一発。だから、さっき言ったでしょと。申し送り事項で、聞いとこうよ。ジャイアンツのね。みんなも、カビだとね、出てきたら注意した方がいいよってね、言った。そしたら打ってた。ね。DeNA は言うこと聞いて、巨人ね、終盤バラつくから行こうって言ったところでね、しっかりこの2点っていうところは非常に良かったね。で、巨人はね、ほんと5回以外ね、すべてランナー出すも1本出ずっていうところでね、まあリリーフがなかなかっていうところもね、やっぱりなかなかそこが改善しないところは、まあ、きつかったかなと。まあ、初回もね、ウォーカー。だからまあ、ルイ、常に出てんだよね。でもまあ、連打がしない。一本ずつでね、出てなかなか連打がないっていうね。で、4回裏はね、2アウト1塁から坂本がね、ライトへ打って、2アウト1、3塁、ポランコフォアボールで満塁になるけども、マスタリクがね、サードゴロでアウトになったりとか。6回もね、ウォーカーのホームランでね、1点取って、その後ね、ワンアウトから岡本、坂本がね、連打で、ワンアウト1塁出るけども、まあ、ポランコでマスアウト。で、マスタフォアボールで大城がアウトとね。この連打が続かないっていうね。だから巨人もね、完敗なわけじゃないんだよね。で、7回裏も代打石川がね、ライトへツーベース。で、ノーアウト2塁から丸がね、送りバントを決めて、ワンアウト3塁作った状況でね、ウォーカー三振。で、代打中島がね、セカンドゴロと1本出ないっていうね。だから巨人もね、こう、勝てた試合だよね。状況的にはね。で、8回も2アウトからだけど、ポランコがね、ツーベース打って、で、この増田陸の時にね、2塁牽制アウト。バッと。何やってんの？こういうところよ。流れ悪くね。そういったところでも、まあ、塁で出て、バンでも三塁送ってチャンス作るんだけど、まあ、一本出ずっていうね。まあ、逆にここね、DeNA はしっかりね、大貫の後、田中、エスコバー、伊勢、山崎とね、まあ、ランナー出してピンチ作るもね、しっかり踏ん張り切れたかなと、思います。で、22日、5対4で巨人の勝利っていうところでね、巨人先発メルセデス、4回71球、6安打1三振、2四球4失点と、まあ、制球がね、甘く、特にね、対楽天戦の前線もね、そうだったけど、ちょっと疲れてきたのかな？ちょっと切れない、ね、ような感じする。体にも含めてね、ピッチング。で、DeNA 先発にしたね、3回60球、6安打2三振、1球4失点と、まあ、ホームランね、2発に沈むっていうところでね、まあ、DeNA は1回、2回、3回、5回とね、効率的に得点して、いい形でね、非常に試合を進めていくんだよね。初回もね、いきなり海老名がね、ライト前ヒット。で、桑原レフト前ヒットで、佐野がね、レフトへ先制タイムリー。まあ、唯一ね、このノーアウト1、2塁、牧ね、
宮崎でダブルプレーと、ここでね牧宮崎の4号が連打で続けなかった1点っていうところが、まあ、結果ね負けちゃったんだけども、この初回がねちょっとキーポイントだったかなと。で巨人はね取られたらすぐ取り返すっていうところで、1回裏ね丸フォアボールでウォーカーがフェンス直撃の2塁打で、ノーアウト2、3塁から吉川のセカンドゴロの間に1点で、この時にねしっかりセカンドランナーも3塁いけるっていうね最高の形ね。このノーアウト2、3塁でね点がヒットが打てない場合はもうセカンドゴロがね最高、ファーストゴロもしくはね、でこれで、しっかりね1点を取ってんで、ワンアウト3塁になって、岡本がねなんとレフトスタンドにツーランホームランっていうね、グッパッティン、ここで3点一気に取り返した。だからここがねこの DeNA と巨人の分かれ目だったね。1点で終わるのか、その後4番5番が打つのかっていうところでね、きっちり巨人は打って3点ね、でも取り返すぞっていうところでね、2回表峯井が打った瞬間してね、もう上段に飛び込むレフトへのホームランで、3回表今度ワンアウトから佐野がライトスタンドホームラン、峯井佐野グッグッ一発攻勢でね同点になるけども、3回の裏お前らがホームランなら俺らもホームランやっていうところで、巨人吉川がライトスタンドへホームラン、1点勝ち越し、ね、そしたら、5回表ね、ここで、代打大高ねフォアボールで、海老名時にピッチャーね井上に代わって、ボーッとバッと、あれは取れないよどえらい引っ掛けてる、そしてストレートのフォアボールでノーアウト一塁、ここでピッチャー井上から高木ベンチ采配グッズ、これねなかなか簡単にできることじゃないけど、もう即座に交代ね。でまあ今日2軍落ちしてたけども、このね、まあ、巨人がねこの試合勝てたのはね、ここで井上をねスパッとねベンチが変えれたことだね。でその後ね、高木、まあ、桑原送りバントで、佐野のねセカンドゴロの間に1点取られるけども、まあこれはねもう仕方ない、逆に、ね、よくね、でその後牧を抑えてね、よく1失点で収まったよ、ね、そういったところでは高木グッドリーフ移動バッと、もう一回修行してください、ね、でここで同点になって、で7回裏ね今度伊勢からウォーカーがセンターへ勝ち越しホームランっていうところでね、まあ、巨人はね一発攻勢しっかり勝ち切ったっていうところと、やっぱ高木浩介がねあそこでしっかりね1点で収めたっていうところがね、しっかり、勝ちにつながったかなと。だこの試合ね、ジャイアンツね、メルセデスが4回で交代するけども、まあ、高木桑原今村平内、大勢としっかりねグッとリリーフ、最近ねリリーフバタついてたところでね、非常に試合をね、組み立ててねしっかり終わらせるっていうね、このリリーフの活躍っていうのはこの試合ね、光ったかなと。本当 DeNA はねもう1回2回3回5回と、まあ、ここねもう1本っていうところのね連打が出ず複数得点できなかったところが、やっぱ敗戦に向けてはキーポイント、だったかなと思います。あとやっぱりこの試合ねちょっと気になったのがね、初回3のレフトのタイムリーで、レフトウォーカーがセカンドにねスローイングもうワンパン投げてんだよね。であとね今日23日の試合もね、ホームへね超高投投げてるから、若干一歩過ぎ身入ってるかもわかんないね。まあでも打つからね、もうここ我慢だね、あと練習するしかないね。でも若干一歩過ぎ身っていうところが、まあ、気になるね。で、6月23日ね、5対7で DeNA の勝ちっていうところでね、DeNA 先発東ね、5回3分の2、105球、7安打、6三振、3四球、3失点と、まあ今季初勝利っていうところだけども、全体的にね、なんか球離れが悪いんだよね。だからここ、投げた瞬間にこう出てないんで、糸がね、ちょっとこう、出るときにボールがいろんな形で出て、このリリースポイントがね、ちょっと安定しないっていうところが、若干ばらつきあったかなっていうところなんで、まあそこら辺はね、しっかり修正して、まあその中でもしっかりね、勝ち切ったっていうかね、勝ちついたっていうところは、まあ本人にとっても大きかったんじゃないですかね。でも若干そのね、球離れっていうか、このね、気になるね、この出方っていうところがね。で、巨人先発ね、赤星、まあ負け投手になりましたけど、4回67球、7安打、2三振、1四球、5失点と、やっぱりね、このね、開きが俺は気になるんだよね。この曲げよう、ね、シュートスライダーっていうところを曲げようとして、体の開きが速くなって、整体して、出るとこ見やすくなって、キレももう一段落上がらず、で、制球甘くなって、それをポンポンってね、DeNA に打たれるっていうところで、若干肩の開きね、我慢して抑えてね、あとちょっと怖さ出てきてるんだろうね、やっぱプロでね、一軍のバッターってなってきた時に、最初はね、怖いもの知らず、トトンっていけるけど、怖さも出てきて、若干このね、整体するのが早いからね、ここね、もうちょっと頑張ってやると、さらにね、切れ味出てくるから、ちょっとそこをね、修正するべきかなって、俺は個人的には思うね。この試合もね、もう前半から初回ね、佐野が先制ホームランを打って、で、2回にはね、宮崎センター前、外センター前と、で、伊藤光サードゴロでワンアウト、1、3塁、ここでね、堀がタイムリーヒットを打って、しっかりね、
得点を重ねて、でワンアウト1、2からね、東3バンド失敗、バッとここが失敗なんだけど、でもこの失敗をね、しっかり返すようにね、1番エビナがタイムリーヒットでね、この1点取った、これね、エビナのヒット非常に大きかったね。で3点で、4回にはこのエビナのねタイムリーヒットっていうところでね、2点をねしっかり取っていくっていうね、この1番エビナグッとナイスバッティング。下位からね、だから下位からやっぱこのね、下位から上位にチャンスメイクして上位が返すっていうのはね、非常にいい形になるんでね、こういう得点の仕方って大きかったね。で6回なんと森ね、プロ初ホームラン、右中間へグッとコンパクトなスイングでしっかり遠くへ飛ばせるっていうね、まあ、足もあるね、肩もあるね、長打も出てきたらね、プロ野球ニュースでも言ったけど、まあ、スイッチじゃないからね、ちょっと違うけども、元西武のね、松井稼頭央さんのようなね、選手に大きくね、育っていってもらいたいなっていうところはあって、まあ、ナイスホームランだね。で、まあ、ここでね、7対0。まあ、もうこれはね、完勝かなと思いきや、このね、6回裏に、吉川の内野安打、岡本アウトになるけども、坂本がね、レフトでタイムリーツーベース。で、中島レフトね、ヒットで続いて、石川サードゴロね、ボテボテだったんでね、坂本帰ってきて、で、1点取って、で、代打中田翔がね、ピッチャーね、クリスキーに代わってライトスタンドへツーランホームランで一気に4点。ね、7対0から終わるかっていうところでね、3点差になって、で、7回裏にね、岡本のセンターへのタイムリーヒットでね、2点差になるけども、やっぱり7対0はね、ちょっと重かったね、全体的に。まあなかなか苦しかったね。まあでも DeNA はね、本当海老名、桑原がね2本、2本で佐野も2本で、宮崎外とね、で伊藤3本、森2本と16安打7得点、まあ完璧にね近い攻撃、だったかなと思います。若干東のね投球のこのばらつきっていうのがねちょっと気になるところでしたけども、まあ、この日もねクリスキー、田中、平田、エスコバー、山崎とね、ヒットを打たれるけども、まあなんとかね大量得点も恵まれてね、しっかり試合をね締め切ったかなと、思います。結果ですね、7対5ね、 DeNA の勝ち、トータルでは2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。さあ続いて、中日対ヤクルト、21日2対1で中日サヨナラ勝ち、22日3対7でヤクルトの勝ちで、23日10対0でヤクルトの勝ち、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越し、11カード連続の勝ち越しでございますね。ということで、21日ね、2対1で中日の勝ち越し、サヨナラ勝ちっていうところでヤクルトの連勝ストップっていうね中で、まあ中日先発大沢はね、8回99球3安打9三振2四球1失点と、まあ、最近ねナックルカーブの制球がね悪く、スライダーチェンジアップ中心 で特にねチェンジアップに頼りがちっていうところだったけども、まあ今日もね立ち上がりそういうような組み立てだったけどもね、今日ナックルカーブの制球が非常に良かったんだよね。まあそれをねキャッチャーの木下も気づいてね、中盤から使用度も高くなって、非常に投球の幅が広がって、グッピッチね、なったかなと思います。で、ヤクルト先発、小川ね、9回8球、2安で6三振、1球1失点と、まあ、22人中20人がね、ストライク先行で勝負できたっていうところがね、調子の良さを伺いますし、まあ、ストレートがね、しっかり力あって、制球よく投げることによって、変化球も低くね、投げて、こういったところ、ストライク先行できて、ストレートが走るですね、変化球低め、もう完璧でございますね。で、この時はね、チェンジアップのね、ふわりとするね、腕振ってふわり、フォークボールと違うふわりっていうのはね、また非常に緩急ついて、グッピッチング。完璧でした。ね。で、ヤクルトはね、3回表、オサのね、レフトへのホームラン。ね。っていうところで、まあ、先制してね、まあ、このまましっかり締め切るのかなっていうね、ところで、ね、強力リリーフ陣っていう中でね、行くのかなっていうところでね、まあ、小川が9回ね、投げ切るんだけども、まあ、8回ね、阿部がフォアボールで、木下ライト前、ノーアウト一三塁から、水脇の463ダブルプレーの間に1点。まあ、これはね、もう守備陣1点 OK よと、もう後ろ守ってたから、まあ、この1点はね、仕方ない。まあ、一三塁をね、ノーアウトで作ってしまったっていうところでね、あれだけども、まあ、ここがね、1失点。まあ、でもピッチング内容がね、もう完璧。ね。で、まあ、10回ね、表裏、両チームね、チャンス作るも、まあ、そこで明暗っていうところで、10回表ね、ロドリゲス、中日ね、ピッチャー、村上アウトになって、で、丸山がね、セーフティーバント決めて、一塁がセーフ、グッ、セーフティー。ね。で、中村ゆふえね、見逃し三振に倒れるもね、スタートを切ってね、丸山が盗塁成功。で、ツーアウト二塁からオスナ敬遠。で、長岡ね、ここで一本っていうところで、セカンドゴロ、ここはチャンスです。っていうね。で、10回裏、大川から今野に変わって、高橋周平ショートゴロで、4番アレルマネティーズセンター前ヒットで、加藤が送りバント決めて、で木下ね一塁空いてるから敬遠で、溝脇ねライト前ヒット、まあこれはちょっと帰ってこれつで、満塁になった時に三つ股、ここでね逆満塁男田口の登場っていうところでね、まあ最後
ツーアウト満塁からワンボールツーストライクからレフトへタイムリーヒットで中日サヨナラガチということで3つまたガッツナイスヒットって言ってね、ところだったけども、まあこれね、中日5安打ヤクルト4安打なんでね、まあ投手陣頑張ったよね。まあこれは、まあ、勝敗つくのは仕方ない。まあその中でね、やっぱ気になったのが、まあ、まあ、逆満塁男田口っていうところでね、期待値わかるけども溝脇のとこから出してもよかったんじゃ、まあ結果論になるけどもね、この2アウト1、2塁の溝脇のとこからもう左だから田口出してもよかったんちゃうかって、わざわざ満塁になるまで待たなくてもよかったんじゃないのかなっていうところはね、若干思いましたけど、まあこれはね、最後三ツ俣がよく打った。ナイスサヨナラ。グッね。で、22日3対7でね、ヤクルトっていうところで、ヤクルトね、まあ初回、この塩見のね、サード内野安打、これがね、サード高橋、あれ三塁線ね、やっぱあれぐらいは取ってほしいよね。あれちょっとエラーはね、きつい。で、山崎センター前。で、山田がね、キャッチャーファールフライ。で、村上のショート内野安打でね、これもね、ショート強打ね。まあ、これは無理なのか？どうなの？アウトにできるのか？どう？俺はもうわかんない。内野じゃないから。でも、どう、あれを簡単にセーフ、あれを仕方ない、取るかどうなのか、っていうね、ところの、感じはあるね。で、その後ね、オスラのレフトフライで2アウトになって、2アウト満塁ね、これでチャンスは作ったけど、ものにできないのか、っていうところで、中村悠平がね、レフトへの先制タイムリーツーベースっていうところでね、しっかり3点。走者一掃。ここもね、このレフト大島、ね、ファーストランナー村上がホーム、あれを返しちゃダメやろうって、俺は個人的には思うんだよね。ドラゴンズファンの皆さんどうですか？まあ、村上よく走ったよ。ぐそるよ。でも、あれをホームに変えられちゃダメなんちゃうかって、個人的には思います。で、ヤクルトはね、初回に3点取って、昨日からのね、嫌な流れを払拭するには、非常に素晴らしいね、この22日のスタートになってね。で、中日はね、2回裏、2アウト2塁からね、ピッチャー松葉、ライトへね、ライトオーバー、タイムリーツーベース、グッと、松葉。ね。で、5回裏、ワンアウト満塁からね、大島フォアボール、ここで1打点。で、アレリマルティス、ライトへ犠牲フライ。で、ここでね、2塁ランナー岡林が、9、2、5、タッチアウトなんだけど、バッと。これはね、まあ、そのね、まあ、一つの要因として、ホームの、こう犠牲になると、おとりになるから、三塁走って、本塁ギリギリやから、おとりになって三塁投げさせて、一点を取りに行って、俺アウトは、これ OK なんだけど、スタート見てたら、本塁に投げたのを見てからタッチアップしてんだよね。それで、あのね、三塁でアウトはね、ダメだね。ちょっと原ジュリーがさ、ちょバタバタしてたから、ここで正直さ、この5回裏に一気に行きたかったんだよね、ここでね。で、その後、5番ね、阿部っていうところで、このもう一本出てて、この逆転っていうね、ところも見えた中で、あのね、三塁立っちゃうとはね、俺はダメだと思うんだよね。で、まあでもね、しっかり同点に追いついたけども、6回表ね、村上アウトになってから、オスナがね、センター前ヒット、中村三振するけども、2アウト1塁から、ここね、ピッチャーね、祖父江に変わってたけども、浜田がレフトスタンドへ、ツーランホームラン、グッと。スライダー、若干泳ぎながら、ね、豪快にフルスイングっていうね、浜田のイメージあるけども、ああいうテクニックもあんだね。グッと。ね。で、勝ち越して、で、7回表に、中村悠平が、ワンアウト1塁からレフトへね、2点タイムリーツーベースで、まあ、勝負ありっていうね、まあ、感じだね。だから俺はこの岡林の三塁アウトがどうしても気になるんだよね。で、まあ、今日の試合、23日ね、10対0で、まあ、ヤクルトの勝利っていうところでね、まあ、まず褒めるのはね、高梨。ね。9回125球、6安打9三振、2四球、1デッドボール無失点と、5年ぶりの完封。ビッググーからのスパイラル。ナイスです。ね。まあ、あの、ストレートも本当に力あって、で、立ち上がりからね、カーブをうまく使ってて緩急つけてたね。で、スライダー、で、勝負どころのフォークっていうところを低めに決まってたし、まあ、本当にね、非常に、変化球もね、低めに決まって、ストレートは強くっていうね、完璧なピッチング。で、あの、終盤のね、岡林だったかな、あのアウトローのね、ストレート、あの、低めに決められた、空振るね、あそこから落とされたらね、そういった意味でも本当に高梨ね、まあ、大量得点にね、守られたっていうところはあるけども、ピッチング内容としては本当に、素晴らしいピッチングだったと思います。あと、キャッチャー、内山もね、あの、早めにね、カーブとかの緩急をつけて、うまーくね、リードしたっていうね、内山のリードも、グッデーちゃう、ね、ナイスだったと、思います。まあ、その中でね、もう攻撃は、ね、ピッチャー、岡野、ね、中日、前回9失点。でもその前に、ヤクルト戦は5回0分で、こうヤクルトにね、相性いいと思ってここ持ってきてんだよね。だから約1ヶ月。
ぶりの投球リベンジっていうところでね出たけども、いきなり初回ね塩見センターへのツーベースで、山崎がねこう送りバントファールしてから絶対進塁打打つんやっていう形でね踏み込んで引っ張り込んでね最高のライト前ヒット、この山崎の姿勢グッとね、で一三塁になって山田哲人デッドボールね、で満塁から村上ね、フルベースからスリーツ満塁ホームランガッね。だからここで俺がもう一番気になるのはこれね、木下も本当苦しかったと思うけども、まあ、初球ねフォークがもうスーパーワンバンドになってそれねナイスブロッキングで、次もう一回フォークね低めにいいところ投げて空振りで、次ねインコースストレート行くんだけど投げきれないで真ん中低めに行くのよ。だからあそこボールでもいいからこっちついてほしかったよね。でその後、フォークほぼ真ん中気味ね、これちょっと村上がミスショットしてファールで2エンド2になって、今度またインコース行くのよストレート、それがまた高めに抜けて投げ切れずっていうね。でもだから最後はもうフォーク行くしかないんだよね。だからもうあの2球のストレートどっちがここねちゃんとついといてくれたらね、このホームラン俺はなかったと思うんだよね。でもせっかくつけないでタイミング外してるけどね、村上の対応の良さで満塁ホームラン、これだね、満塁ホームラングッとね、いきなり今のドラゴンズ打線でいきなり初回4点はねきついよね。で今度はね4回表に、内山ねピッチャー岡野がねなんか足ちょっと変になってね交代したけど、まあ大事に至らなきゃいいけどね。山本に代わって内山フォアボールね、で中岡三振取るけども高梨ここで送りバントで、2アウト2塁から塩見にね高めのストレートライト、あれ打たれるってことはもう多分力ないんだよね。で山崎フォアボールで2アウト満塁になって、山田ねこれ山田がフォアボールでもう一回村上来て 2打席連続満塁ホームラン打ったらすごいよって思ってたけども、で2打席連続じゃないか、これ3打席目だから、で山田がね甘い目のスライダー走者一掃のタイムリーツーベースで3点、もうこれで勝パリっていうね感じだね。まあその中でね7回オスナがね今度軽打でライト前ヒットで、8回ね村上右中間ツーランホームラン、もう甘め投げたら打たれるよ、ね、村上にグーからのビッググースパイラルからのナイアガラのブロス、喜ぶことでございます、ね、三冠を目指して、ね、いけるとこまで来てんちゃうかっていうね、まあ、これでもねプロ野球ニュースの中で言ったけども、結局これもねやっぱ塩見がねナイスなんだよね、この3安打で、今日も山崎1安打とね、この1、2番のね連動っていうところは非常に大きい。でこのね交流戦明けのねここまでの6連戦、塩見と、山崎1、2番がね両方とも無安打だったのが、このね21日の、ドラゴンズ戦サヨナラで負けた試合だけが、両方がノーヒット、あとの試合っていうのは全部、塩見か山崎どっちかって、まあ塩見が全部打ってんだけどね。でそこは山崎ねバンドとか進塁打とかあるからノーヒットだってもチームに貢献だっていうところは非常にあるんだけども、このねやっぱりね塩見をね出したら終わるね。だからそこをねしっかりどうやって対策していくかっていうところと、まあ、この試合もドラゴンズは完敗だね。これでもう自力優勝消滅っていうところで、まあ、こっからどうするのかっていうね、なかなか打てないんでね、まあ、その中で打線のやりくり、まあ、こっからね、どこまで勝負していくかっていうところですね。まあ、結果ね、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、ということでね、朝と夜で2回にわたってね、お伝えしましたけど、もうどんどんね、眠たくなってきたんで、最後にね、明日の申し送り事項行きましょう。パリーグから、楽天対西武ですね。楽天の皆さん、西武はね、もうやっぱりね結局山川です、ここ押さえとけば本当に勝てますね。あのいつも西武の時山川って言うけどね、本当です、もうこう山川押さえとけば勝てますね。そのためにもね、あと源田がちょっとね塁出たらいやらしいんでね、源田ちょっとマークしとこうかな、そういったところかな。あと西武の皆さん、楽天ね1、2番、これね1、2番押さえとけばね勝てる、今までの試合見てても1、2番が機能しないときはね、ほぼほぼロースコアの展開になるから、1、2番だけ誰が来るか分かんないよ。まだ茂木鈴木大地かも分かんないし、今ね、試行錯誤中だから、そこをね、しっかり押さえていきましょう。はい、ロッテ対オリックス。オリックスの皆さん、ロッテはね、もう、荻野です。荻野が今1番。荻野高部、この1、2番、ここも、これ機能させなかったら、もうね、全然だから。ね、そんな連打もないし長打もないから、この 1,2 番だけ押さえて足使わせないようにしよう、足使いを出すとねややこしいから、ここですキーポイント、ね、ロッテの皆さん、オリックスね杉本とあの吉田これ連動しだしてきて、で福田宗吉田杉本このねちょっと一体感出てきてるからね、そこねこの流れ気をつけて、だから吉田あんまりね警戒しすぎてね歩かした人杉本にやられちゃうから、そういう流れねしっかり気をつけていきましょう。
ソフトバンク対日本。ソフトバンクの皆さん、日本ハムね、もうなんか成長することが大事みたい。だからポンポンポンと行きましょう、ね。でも近藤がね復帰してくるっていうところでね、まあそこら辺若干ね注意。あとまあまあやっぱり松本がね首位打者なんで、ここがねやっぱキーポイントになってくるんで、松本抑えていきましょう。日本ハムの皆さん、ね、ソフトバンク、な上り上してきてますよ。シュートをねいい感じ。シュートを牧原、ここら辺ね非常にいい形で来てるんでね、足も使っていきますよ。そういったところではね、しっかり初戦ね噂で勝ち切らなきゃいけないんでね、千賀との投げ合いどうなるのかっていうねところですけども、まあ一番気をつけた方がいいのは結局がねグラシアルです。グラシアル気をつけて。続いて DeNA 対広島、広島の皆さん、 DeNA ね佐野がやばいね。だからやっぱ佐野をしっかり抑えるとともに、このカードはねやっぱりエビナが上がってきてるんでね、ちょっとエビナ注意していきましょう、ね。DeNA 皆さん、カープね、やっぱね上本がねいい感じだから、ここね打ち出すと流れてくるからね、上本しっかり気をつけていきましょう。阪神対中日、阪神の皆さんね、今 DeNA 攻撃陣がねさっぱりなんで、しっかり今カチカチに凍ってますから、中日打線はね。だからもう青柳、上から目線でしっかりしっかり抑えていってね、あとは大野ですけどね、1点取ってもう1対0で活躍いきましょう、はい。中日の皆さん、阪神大山です。大山抑えていきましょう。でもその代わりにあのね島田中の近本のねあの流れが俺はねすごい気になるんだよね。そこを気にしだすとこやねポンっていかれてるからね。まあでもね結局大山抑えていくと大量ね失点ないんで、大山です。大山抑えていきましょう。続いて、ヤクルト対巨人、巨人の皆さん、ヤクルトはね村上と思いがちでしょ、塩見なんですよ。だから塩見をねしっかり抑えていきましょう。ヤクルトの皆さん、巨人ねウォーカーだね。ウォーカー一発もあるからね、ウォーカー気をつけていこう。でもね守備はねもうスローイングやばいから、もうセカンドランナー行ったらレフト行ったらもう全員回ろう。それぐらいの勢いでホーム狙っていきましょう。はい、ということで申し送り事項終わりですね。まだまだ週末ね、どうなっていくのか、もうヤクルトはね、独走するのか、ね、コンパ抜け出すのは誰なのかっていうところでね、皆さん、週末もプロ野球楽しんでいきましょう。それでは、じゃあ。